現在のメンバーはアルゼンチン、イギリス、フランス、フィンランド出身と多国籍で活動拠点はヨーロッパ。バグパイプを中心にヘビメタルのパワーとケルトの魅力を融合させた独特な世界観を表現するサウンドがトレードマークとなっている。2004年、エミリオ・ソートによってブエノスアイレスで結成。3曲のデモ、ギャザリング・ザ・クランズをリリース。 2006年ヨーロッパのレコードレーベルアンダーグラウンドシンフォーニーからデビューアルバムザクランズハブユナイテッドリリースアルゼンチンで初めてリリースされたフォークメタルアルバムとなる2008年セカンドアルバムビヘディングザ・ライアーズをリリース2010年サードアルバムザ・ハイランド・ウェイをリリースグレーブ・ディガー・イン・エクストリもコルピクラニと共に南米ツアーでアルバム ザ・ハイランドへのプロモーションを行う。初期のライブのほとんどはアルゼンチンで行われた。2012年マーティン・ウォーキーへをゲストシンガーに迎え、イギリスツアーを観光。ヨーロッパでのライブデビューを果たす。2013年6月にドイツのレコードレーベルヘリオンレコーズから、イントゥーザ・バトルグラウンドをリリース。定期的にヨーロッパツアーを行い、ドイツのヘッドバンガー、 イギリスのブラッドストックに出演。2014年ホーオンデフェスト、ドンオープンエアーに出演。2015年ワケンオープンエアーに出演。世界規模のメタルフェスに参加した初めてのアルゼンチン出身のバンドとなる。その他フェスにも出演。9月にはイギリスツアーも行う。2016年トラルソーンレコーズからレガシー・オブ・ブラッドをリリース。 二ヶ月間で二十カ国五十公演を行う大規模なヨーロッパツアーを観光。2017年初来日。イコライブリウム、水楽クラと共に東京、大阪で公演、新横浜でも公演を行う。2018年和県、オープンウェアー、ブラッドストックフェスティバルでの公演を含めヨーロッパ各地で多くのライブを行う。2019年和県ウィンターナイツケアヌーノス。 ペーガンフェスティバルに出演。2020年2月のイギリスツアーの後再来日。コルピクラに、スカイクラットと共に、大阪、東京で公演を行う。6枚目のアルバム作成開始。2021年に、23放送の NHKFM、今日は1日、ハードロック、ヘビーメタル残米セブンで、リードギターならぬ、リードバグパイプという紹介と共に、 スキルトロンがオンエア。現在、秋にリリース予定のアルバムを作成中。2017年3、17ペーガンメタルホードボリューム1東京編。新宿ブレイズ3、18ペーガンメタルホードボリューム1、大阪編。梅ダアムホール3、19ペーガンメタルホードボリューム1、エクストラ。新横浜ニューサイドビーチ。2020年2、29。 コルピクラーニジャパンツアー2020大阪、梅田アムホール3、1コルピクラーニジャパンツアー2020東京、渋谷ストリームホール3、2スカイクラットスキルトロン東京、渋谷ルイド k に、ありがとうございます。